東京駅でテロ発生。なあなあ霊夢。なあに、マリサ。こないだ通りかかったんだけど東京駅っておしゃれだよな。そうね、東京駅は2012年に開業100周年の改修工事が終わったのよ。駅の中にギャラリーやホテルも併設しているし観光スポットとしても人気よね。ああ、観光スポットといえば歩いてて見つけたんだけど、この床に埋め込まれた変なマークは一体なんだ？あら、マリサ。この場所で過去に2回も暗殺があったのよ。しかも当時の総理大臣が亡くなっているの。あ、暗殺。大勢が集まる駅で物騒な話だな。それに総理大臣が亡くなるなんて大事件じゃないか。ええ、当時も相当騒がれたでしょうね。今回は東京駅で起きた暗殺テロについて解説していくわね。おお、興味深いんだぜ。それじゃあゆっくりしていってね。まず1件目。1921年11月4日に時の首相、原敬が刺殺されるという大事件が起こったの。刺殺。丸の内の南口改札口付近の足元には、事件現場を示すマークがあって、壁には事件のあらましを記した説明板が設置されているわ。ほうほう、この間見たマークは暗殺された場所だったのか。総理大臣が駅まで来て移動するのは意外だな。総理大臣も電車移動しているわよ。1921年の11月4日原首相は、翌日に京都で開催される立憲政友会の近畿大会へ出席するために、その日の19時過ぎに東京駅に到着したわ。ほうほう、原首相は東京駅についてどうなったんだ？一旦駅長室を表敬訪問した後で、多くの見送り人に囲まれながら改札へ向かっていたわ。うわ、駅に総理大臣が来てるのを知ったら、気になってついつい見に行ってしまうぜ。ヤジ馬がたくさんいる東京駅で改札に向かった原首相はどうなったんだ？ヤジ馬がたくさんいる中原首相は、改札に向かっていたわ。その時、切符売り場近くの柱に隠れていた男が、いきなり短刀を持って原首相に突進したの。原首相はどうなったんだ？ほぼ即死状態だったそうよ。うわ、悲惨だな。刺された原首相は一体どんな人物だったんだ？平民宰相や初の本格的政党内閣などと語られることの多い人だったわ。この国に必要なことを見極め、着実に実行しようとした首相ね。ほうほう、具体的に原首相は日本をどうしたいと思っていたんだ？そうね、外交で今まで強硬路線を進んでいた日本が、国政的な流れである協調路線へ転換するように提唱していて、日本の将来を見据えて活動していた首相だったわ。うんうん、外国とやたらとぶつからない方法を考えていた総理大臣なんだな。惜しい人を亡くしたんだぜ。日本の総理大臣はそんなに何度も襲撃を受けていたのか？そうね、現職の首相が襲撃されたのは1916年、大隈重信首相が馬車で移動中に爆弾を投げつけられた事件以来2件目だわ。爆弾。大隈首相襲撃事件では爆弾が不発で未遂に終わっていたけれど、今回は暗殺という最悪の結果となってしまったの。原首相を刺した男はその場で取り押さえられていて、取り調べの過程で大塚駅の駅員であることが判明しているわ。駅員。前年に発足したばかりだった鉄道省国鉄、JR の前身は、鉄道員が起こした大事件に、衝撃を受けたでしょうね。犯人の背後には誰かいたのか？犯人の背後関係は明らかにはならなかったそうよ。そうなのか。そして犯人は裁判で無期懲役になったけれど、大正天皇崩御、昭和天皇即位に伴う恩赦で減刑されて、1934年には出所しているわ。当時の総理大臣を暗殺した人が出所できるなんて恩赦ってすごいな。それじゃあ、もう一つの東京駅テロ事件の方も教えてくれよ。いいわ、もう一件の事件は原首相の暗殺から9年後の1930年、再び東京駅で総理大臣が襲撃される事件が発生したわ。襲われたのはその見た目からライオン宰相と呼ばれた浜口おさちよ。ライオン。1930年11月14日、中国地方で行われる陸軍演習の視察と昭和天皇の外出への付き添い、そして自身の出身である高知県への里帰りを兼ねて、浜口首相は東京駅から列車に乗ろうとしていたわ。ほうほう、また首相が電車移動していたんだな。そうね、乗車予定だったのは同年10月から運転が始まった。午前9時発の特急ツバメの神戸行きだったわ。特急ツバメに乗車するためにホームを移動している最中、突然一発の銃弾が浜口首相を襲ったの。銃弾。右翼団体の青年に、至近距離からハンドガンで銃撃されたのよ。当時ホームでは反対側に停車する列車で、出発する広田耕輝駐ソ連大使を見送る行事も行われていて、さらに浜口首相の意向でホームへの一般人の立ち入りを制限していなかったの。うわ、一般人が入り放題だったわけなんだな。そうね、警備も厳重ではなかったみたいね。この現場にも何かマークが残っているのか？現場は、当時のホーム上だったのだけれど、その後の地下通路拡張やホーム改修で、
標識と説明板は一時期階段の途中に移されたわ。現在ではさらに移動して地下通路に設置されていて、もちろんマークも残ってるわよ。ホームの位置が移動してもマークは受け継がれているんだな。首相が銃撃された後はどうなったんだ？浜口首相は銃撃された後に駅長室に運び込まれて、駆けつけた東大病院の医師によって応急処置が施されたわ。やがて容体が安定したため東大病院へと搬送され、銃撃によって傷つけられた腸を摘出したの。およそ腸の3分の1を摘出するほどの重傷だったそうよ。は、犯人はどうなったんだ？犯人はその場で取り押さえられたわ。取り調べでは動機を天皇陛下の陶酔拳を乾杯したからと話したの。陶酔拳？乾杯？言葉が難しいんだぜ。もっとわかりやすく説明してくれよ。うっふ、乾杯っていうのは干渉して他の権利を犯すことなの。当時日本はデフレの最中で、日露戦争の戦費調達で発行した国債の借り換え時期を控えていたの。ほうほう。協調外交を目指している浜口内閣ではロンドン海軍軍縮条約に調印して、膨れ上がる軍事費を削減しようとしていたのよ。軍事費削減か。そうね、このロンドン軍縮条約締結は軍の在り方に影響を及ぼして、大日本帝国憲法に規定された天皇が軍隊を統率する権利を政治の側から侵すものである、と野党からの攻撃を受けたわ。犯人はいわゆる陶酔拳乾杯問題を浜口首相襲撃の動機だと語ったのよ。わ、わかりやすくって頼んだはずだが、その後総理大臣はどうなったんだ？おほほ、当時の野党からの追及もあって、国会への出席を強く求められた浜口首相は、回復途上である身を押して1931年3月に衆議院と貴族院で登壇したわ。そんな状態で話をしても、かつてライオンと呼ばれた迫力は出ないよな。そうね、4月には再入院して、これ以上総理の職は務められないと辞任したのよ。それは無念なんだぜ。浜口首相銃撃犯は、当時の裁判で死刑判決を受けたのだけど、1934年に天皇家の男子誕生に伴う恩赦で無期懲役に減刑されて、1940年に仮出所しているわ。うわぁ、こっちの犯人も、当時の総理大臣に対して殺人未遂を犯しているのに出所できているんだな。一国を背負って立つ総理大臣に手を出した割には刑が軽いように感じるんだぜ。それじゃあ今度は、暗殺の舞台になった東京駅について説明していくわね。おう、よろしく頼むんだぜ。明治10年、今東京駅がある場所では、江戸時代から引き継いできたインフラが限界を迎えて、近代国家の首都にふさわしい東京の街づくりをしようとする動きが、どんどん活発になっていたわ。ほうほう、それで？鉄道は、街づくりのうちでも重要な位置を占めると言われていたので、先に開通していた新橋から上野間を結ぶ市街地線と、中央停車場としての役割を持つ場所の必要性が出てきたの。なんでそんな必要性が出てきたんだ？武士の社会として発達していった日本が、大政奉還で天皇を中心とした政治に切り替わっていった時期で、国が発展していくのに物流や交通を整えたかったのよ。それで東京の交通網の整備が必要になったんだな。そうね。各方面に独自に作られていた幹線と市営の鉄道を結んで交通網を発展させ、日本列島をつなぐ大動脈を作りたかったのよ。大動脈か。東京駅は、東京の玄関口としての使命や交通の要所としての使命を果たすべく、6年もの歳月をかけて大正3年1914年12月20日に開業したわ。ほうほう、大作だったわけだ。東京駅開業から1年後の1915年には、丸の内駅舎内に東京ステーションホテルが開業したわ。おお、駅舎内に泊まれるのはいいな。客室数56室でパーティーも開くことができる。バンケットルームを備えたヨーロッパスタイルのホテルは、壮麗な建築と最先端の設備で当初から連日満室の盛況だったのよ。ふーん、駅にホテルにパーティー会場って、いろいろな機能を詰め込んでるんだな。どんな人が設計したんだ？設計を行ったのは建築家の辰野金吾よ。イギリス留学の経験を持っている日本における西洋建築のパイオニアね。駅舎の設計期間は8年に及んでいて、乗車口や中央郵便局、皇室専用玄関などを一つの建物にまとめて3階建てに設計されているわ。難しい仕事を任されていたんだな。他にも私が知っているような建物を作っていたりするのか？辰野金吾は、日本銀行や大阪市中央公会堂といった、この時代が求めていた重厚感のある建物の設計を手掛けているわ。すげえな。そういえば改修工事をしてたって言っていたけど、どこか壊れていたのか？そうね、東京駅は太平洋戦争で被災して大部分が損壊していたの。戦後すぐは厳しい財政事情によって、創建当時の姿への駅舎再建はできなかったわ。頑張って建てたのにな。焼け残った2階建てのまま、丸屋根を八角屋根に変更するなど応急的な復興工事だけが優先されたのよ。それは大変だったんだぜ。
余裕ができた2006年から駅舎の保存、復元工事が開始されて、2012年に東京駅再建工事が完成したわ。わあ、当時の姿に戻そうと思う人が大勢いたんだろうな。これは、東京駅がみんなに愛されている証拠なんだぜ。復元を通して歴史的な価値も認められている東京駅だけど、首都としての東京の発展や暗殺、戦争を体験した歴史の証人でもあるわ。これからも日本の交通の要として歴史をその身に刻んでいくのね。わあ、みんな東京駅に行った時に、床のマークを発見したらこの動画にコメントしてくれよな。それでは、ご視聴ありがとうございました。